静かに話したい。エレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。俺は自由だ。エレン、どうして泣いてるの？ I hurt myself today. 手を怪我しているんですか？ To see if I still どうしようもねえクソガキをぶん殴っただけ。 I focus on the pain.俺が何をしようと何を選ぼうとそれは俺の自由意志が選択したものだ。なんだけど死んでたらいいな。美香さえあるみんなを救いたいなら使命を全うしろ。あなたは自分が何をやったか分かってる。あなたは敵国とはいえ関係のない人々や子供を巻き込むような人じゃない。どうしたと。悪いな、ファルコ。誰よりも私たちを大切にしてきた。長生きしてほしい。エレン、許さなかった。あなただから、エレンだから私は強くなれた。力に目覚めたアッカーマンは突発性の頭痛を起こすことがよくあったらしい。本来の自分が宿主の護衛を強いられることに抵抗を覚えることで生じるらしいが、またこれか。 I wear this crown of thorns。 誰よりもエレンを理解しているつもりだ。お前らにはあれがエレンに見えたか。 Full of broken thorns。 どっちだよ、その野郎に屈した奴隷は。誰だ、みんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込む。恥ずかしくないのかよ。大抵その何かは自分の意志じゃない。今はしょうがないよ。仕方ないでしょ。他人や環境に強制されて仕方なくだ。自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。What have I become?その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。でも同期としては、兄、その疑いは低いと思います。ライナーは俺たちの兄貴みたいなやつで。貴様の正体は何だ。人か、巨人か。つまり、アンジさん、一体何ができるって言うんですか。エレン、お願いよ。教えてくださいよ、アンジさん。他のやり方があったら教えてくださいよ。進み続けたものにしかわからない。